日本埼玉県埼玉市桜区、大久保寮屋、大久保寮家は、埼玉県埼玉市桜区の大技。郵便番号は338-0826。埼玉市桜区北部の中石平野に位置する。北で神田東で、上大久保、南で、下大久保、西南で、上、大久保の飛び地、西で五関と隣接する。西辺岡も川が流れる。また、 南辺から東辺にかけて、鴨川の支流である、田排水路が流れる。この田排水路は一部暗渠化されている。地区の南部及び、東部の境界を、小入間川が流れていて、その名残が、自然堤防の存在や、道路の線形に見て取れる。地区の南方の羽倉橋周辺に5つの飛び地がある。うち、荒川河川敷の飛び地は、入海地由来である。 地内は北西端にわずかに残る市街化調整区域を除き市街化区域で大泉通りを境に南側が第一種住居地域北側が第二種中高層住居専用地域である市街化調整区域内もほぼ住宅地で占められている住宅地の地下は2015年1月1日に公表された工事地下によれば 大久保両家寺中作田563番32、外の地点で13万5千円、平方メートルとなっている。古代には、足立軍の軍河があったと推定されている。江戸期は、武蔵区に足立軍職、田谷寮に属する両家村であった。発足時は、幕府領で、商法年間に一時的に、旗本、浅岡市が、治業の時期があった。村高は、商法年間の、 武蔵国田園坊では151国余り、元六郷町では156国余り、天保郷町では187国余り。火星期の世帯数は50件余りで、村の規模は東西7町余り、南北6町余りであった。1879年の軍区町村編成法により、両家村は北足郡に属したが、軍内に、 同盟の村が複数あったため通称として、上田谷漁を干渉した。1889年4月1日、両家村は、大久保村へ合併し、大久保村の大技両家となり、1955年の大久保村の浦和市への合併後は大久保を干渉した。2001年5月1日に、浦和市が、大宮市、与野市と合併し埼玉市となった際に、 埼玉市に属し、2003年4月1日に埼玉市に9つの行政区が発足した際に桜区に属している。地名は、省遠領主に由来すると思われる。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。市内に鉄道は敷設されていない。 最寄り駅は、JR 東日本最強線南小野駅が、自中作田563番32階の地点より、およそ 2.5km の場所にある。ありがとうございます。